始まったかな。皆さんどうもこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。皆さんこんばんは。あ、ちょっと待ってね。こんばんは。皆さんこんばんは。ちょっと待ってね。あれを、ああ、ちょっと待ってね。これをタグ付けするんですよ。あ、ちょっと、コメントで、コメントで上に行く。ちょっと待って、おい。え、これ。あ、来た来た来た。あ、来た来た来た。はい。どうも皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。さあ、どなたでしょうね。ちょっともう早速、お呼びしますか？ちょっとお呼びしますか？ちょっとリクエストもらっていいですか？リクエストもらっていいですか？そろそろ。はい。なかなかね、リクエストがまだ来ていませんので、まだね、そうなんですよね。はい、皆さんどうですか？おうち時間楽しんでますか？ちょっと待ってくださいね。リクエストが今ね、すっごい、え？流れちゃってるんですよね。押してますかね、リクエスト。ちょっと、あ、来たんじゃないかな、これ。ちょっと待って。ちょっと、あの、リクエストが多すぎて流れちゃうんですよね。ちょっと待ってください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 ね。リクエストがね、多すぎて、あの、流れちゃうんですよね。ちょっと待って。で、どうやんのこれ逆に。え、ちょっと、誰かに教えてほしいな。ちょ、なんかもう異常なスピードでリクエストが来るんですよ。ほんとに。リストすら見れない、今。ちょっと、どうするこれ。なんかリストの見方とかってあります？これ。皆さん、教えてください。これ、俺の携帯がもうバグってんのかな？あ、そういうことね。俺がリクさんのアイコンを押して、あ、行きます！来た来た来た！まず皆さんありがとうございます。そういうことね。できた！できた！やっとだ、ちょっと。やり直したかなって思ったもん。できた！できましたね。うん。よかったです。あれだよ。ちょっと焦ったな。焦ったてか、リクさん画面荒くないですか？なんか。嘘。はい。ですよね、皆さん、多分。ですよね。乗った乗ったあ、乗りました、乗りました。よし。乗って。皆さん、いや、機械うんち出た。いや、俺も俺ですよね。やりめっちゃ冷や汗かいた。いや、僕も一人で、やり直そうかなって思って。そうだよね。で、ちょっと機械うんち聞いてみようかなとか思ったり。おうち時間、どうですか？僕ですか？うん。僕、ちょっと痩せたんですよね。確かに、削れてるわ。ですよね。うん。そうなんですよね。おうち時間、うまいことを活用して、ちょっと、痩せちゃいましたね。こう、笑う。すごい。すごいですよね。すごい、すごい、すごい。ここにあるライトのおかげっていうのはあるんですけどね。あ、なるほどね。はい。いいね。
いや、もう早くライブしたくてしょうがないですよ。ですよね。これメンバーどうやって見るんだ。メンバー見に来てるらしいんですけども。ねえ、どうやって見るの、はい、見方すらわからん。そういうのもわからん。俺さ、あれさ、はい、いつもさ、ランページのアカウントです。ん？ああ、やられてますもんね。そう、あの、ジンくんとさ、はい、やってるんだけどさ、そこら辺のなんか、うまいことこう、ピッピッピッってあのさ、いつもジンくんがやってくれてるからさ、ああ、なるほどっすね。もうわかんないよね。やばみたいな。ちょっと緊張しますね、でも。いや、正直さ、さっきさ、一緒に電話してたじゃんか。来、はい、ましたね。だってさ、8割やばい緊張するしか言ってないよね。そうですよ。ずっとそれしか話してない。間違いないっす。ね。ちょっと緊張しました。でも結構当たってる人多かったですね。ね、多かったね。やっぱそういうイメージがやっぱ浸透してきたってことなのかな。ですね。うん。リクさん最近お家で何してますか？お家？まああれ、ストーリーも載せたけど、マフィン作ったりとか、パンのマフィン。やってますね。作ったりとか、もうやっぱあのひたすらもうピアノ弾いて、はい、歌って、はい、まあ迷惑ならない程度にね。はい。練習したりとか、なんかこう、ちょっとずつ料理の腕を上げようかなと思って、うん、ちょっと挑戦してるところでありますよ。なるほどです。なんかマフィンのパフェみたいなのあれ、売ってるんですね。あ、売ってる売ってる。すごい。業者さんかなって思いました、僕一瞬。ついにあれ、もうあれ買ったもん、あの、ハンバーガー包む紙。やばいっすね。100枚入りのやつ。やばい。そう、海星はなんかこう家でなんかあのトレーニングのお家でできるトレーニング動画上げてくれてたけど、はい、あと朝食の動画かやりましたね。それ以外なんかやってことある？いやもう全くっすね。なんか最近ほんと動画撮って編集して、うん、ちょっとトレーニングして、うん、夜になっちゃってみたいな。だってさ、もう、うん、あの編集のスキルはさ、はい、もうプロだよね。いや、全然ですよ。全然。あれ、東吾さんから2人とも肩幅の圧がすごいできましたね。肩幅そうなんですよね。広いんですよね。俺もね、肩幅大きくなったかな。肩幅広い。いや、初めて、こう、ちょっとね、頑張って買った、うん、ライダー数が入んなくなっちゃって、あーそれ来ました、ついに来ちゃいました。その次元までは来たよ。ちょっと後悔しだす時期ですよそれ多分。そうなんだよ。いや入るんだけどもう腕が動かんくなるよね。そうですよね。だから今まで買った服が入らなくなってきた時に初めてうわやーべえなーって思い出すんですよね。うん、まあでも逆に言うと成長の証ですから。そうですね、ポジティブに捉えていこうかなと。はい。なんで僕は結構そのライダースであったりとか、うん、ジャケット系の服はあんまり着ないようにしてるんですよね。確かに。はい。いつもなんかジャージーだったりとか、あとはパーカーとか。うん。そうだね。特性がある、はい、服着るようにしてますね。あの、ノーズヘイズとかよく着てるよね。ノーズヘイズとか。あれは結構コラボのやつとかね。やっぱ、はい、素晴らしいなと思いますね。ね、いいよね。いいですね。そうですね。そんなところで、じゃあ、そんな感じで僕ら家トークやってますけども、はい。インビジブルラブについてちょっと話していこうかな。そうですね。うん。どうです？あの、カイセイ。まあ、俺らは、ボーカルはさ、はい、やっぱこう、はい、一番最初インビジブルラブ触れて、歌って、で、出来上がったのをみんなが聞いて、振り入れて、踊っていくわけじゃんか。俺らのインビジブルラブ3人バージョン声聞いてまずどう思った？いやーやっぱだからなんだろうな、その今までにない楽曲じゃないですか。そうだね。でもそうですし、うん、かつやっぱり今までに聞いたことのあんまない楽曲がだったんですよ、うん、まだなんかその融合といいますか、斬新かつ新しい、いやーあれはすごいなって思いましたね、シンプルに。やっぱそのなんか踊りが僕想像できなかった。はい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 。
どういうふうに踊っていいのかとか、そしてどういう振りになるのかも分かんなかったので、うん、なんか、さすがって思いましたね。なるほどね。いや、あれはね、ちょっとやばいっすよね。いや、俺、あの MV の海星のダンサーさんと一緒にこう踊るシーン、めっちゃ好きなんよね。ありがとうございます。君の顔を引き寄せてがいい。あれよき。ありがとうございます。いや、なんか、昔、僕、ジャズでやってたうん。で、その時の、なんか、感覚じゃないですけど、うん。僕のダンス、師匠さんって言うんですけど、師匠さんがよくやる、まあ、振り付けという、なんか、歌に合う、もう、ドストレート振り。っうていうのを、なんか、この女性の方目線では、すごい伝わるから、そういう振りを作るならいいっていうのを言われました。なんで、その言われたことをドストレートに表現したんです。なるほどね。ちょっとコンテンポラリー系な感じってことか。そうですね。コなるンほど、テンなるほど。ツ振りにした。いや、好きなんよね、海星のジャズ。これでだから生まれましたもんね。法う律。ん。いや、そうだよ。そうですよね。うん。もう、この、こういう何気ない会話から、はい、生まれてきましたけども。2うん。まず、インビジブルラブと、まあ、カップリング？イントゥーザライト。はい。俺、イントゥーザライトこそ、海星のもう、パーっていうターンを想像したけどね。や、そうなんですよ。俺もちょっと思って、すげえやりたいなーって思いましたね、個人的に。ねえ。はそう、バラード、どっちもバラードですけど、こう、両極端というか、メッセージ性というか。い、そうですね。うん。なんで、すごくこう、また、幅を広げてくれる、自分たち的には結構勝負な、はね、作品になったかな、というふうに思いますけども。い、はい、いや、で帰っもてみだまから、した僕、逆 ?CM。に聞きたい見んでれすた？よね。音が変、ちょっと待ってくださいね。ぐるぐる回ってる。まあ、こんな時もありますけども。治りましたかね？来てないうん。か治ってるよ。な？治りました？うん。ちょっとね、コメント見てたら結構音がっていう。みんな、見てほしいな。どうですか？音。あ、全然普通に聞こえてるよ。誰？陸のせいって言ってる人。治りま しこれに。たからね。うん、すぐ聞こえてるよ。あ、よかったです。よかった。じゃあ、これでいきましょう。うん。なんだっけ？何話したっけ？あ、僕だ。僕、それ質問があるんですけど、う両方バラードじゃないですか。ん。うん。こう、なんか、バラードだけど、こっちはこう気をつけて、こっちはこう気をつけたみたいな、りくさんなりの、その、なんて言うんだろうな、気持ちを聞きたいですね。なるほど。はまあ、インビジブルラブに関しては、やっぱこう、未熟な男の子が主人公としていて、で、ちょっとこう、年上なのか、自分にとってでもこう、絶対手の届かない存在なんだけど、どうしてもこう、手に入れたい、なんかわがままな男を、になりきろうと思って歌ったのはあって、で、そういうちょっとなんかこう、自分のエゴに、もうこんだけ愛してるのになんでこっち来てくれないの？みたいな、ちょっと若い、なんか、でも純粋な男の子の、なんか切なる願いみたいのを歌声を通して表現できるようにと思って、歌ったんだけど、だから本当になんかそう自分にとってなんかこう、あるじゃん。やっぱ理想の、異性に対して理想、こうであってほしいなとか。じゃあ仮にそういう人がここにいたら、じゃあ自分だったらどうやって思いを伝えるのかなっていうのを想像しながら歌ったのがインビジブルラブ。なるほど。そう。で、イントゥーザライトは正直すごく歌いやすかった。俺にとっあ、てそは。うなんだ。
そう、自分の声にもすごく合ってるなというか、あのキーの感じもすごく合ってるなというふうに思ったし、でメッセージ性がすごく明るいじゃないですか。はい、シンプルにこう僕らが光になってみんなのこと見守るよ、包むよ、守るよみたいなメッセージ、それがまあイントゥーザライトで、だからなんかこうそれはどっちかというとあんまり考えすぎずに音楽に身を任せて歌った感じ。だからでもかといってなんか力みすぎずちゃんとリラックスして、はい、なんか自分のこの生まれ持ったものがエッセンスとしてすごく生きるなと思ったから逆に歌いやすかったね。なるほどですね。そうそうそう、でも3人の調和はすごく意識した。はい、うん、そこかな。気持ちいいですもんね。うん、結構ね生意気だけど自分でも好きだから結構聞くんだよね。いいじゃないですか。聞くんですよ。タックも君を包むって言ってるね。なんで置いてるんだろうな。置いてる場所。そんなインビジブルラブですが、先日ね、ようやくリリースになりまして。なりましたね。うん。皆さんのお手元に届いていたら嬉しいんですけれども。まあ。今日メンバー来ます。あります。パックンがずっと逆立ちしようかなって思って。逆立ち？今日やっぱ今日はブラ上からぶら下がろ。何やってんの。やっぱ声おかしいらしいですね、僕。なんででしょうか。ちょっと家にある Wi-Fi 器具全部切ります、一回。うん。すいません皆さん、ちょっとお待ちください。あ、多分他にもスタラやってる人多いから最近インスタおかしくなるんだよって言ってる人もいるね。あ、本当ですか、すいません。あ、翔吾も見てる、ありがとう。翔平もありがとう。ありがとうございます。声がやっぱおかしいですよね。リクさんから聞こえてくる僕の声もおかしいんで、多分なんかなんだって。いや、僕自身の声がおかしいんですよね。え、まあそんなと、あ、治ったって書いてる人もいるね。あれ大丈夫ですか。イヤホンに、イヤホンにしたら変わるの。いや、イヤホンにしてみますよ、一回。全然わからん、そういうの。イヤホンどこしたの。変えてみた。皆さんどうです、聞こえます。すいません、本当に申し訳ないです、うん、難しいよ、機械わからん。あ、聞こえてる、大丈夫。 OK OK、 これで聞こえやすくなったんではないでしょうか。聞こえる、めっちゃ聞こえる、回線の声。ああ、よかったです。うん、これでいきましょう。まあまあまあ、ちょっと機械なんでね、限界があると思うんですけども。そうですね。あ、嬉しい。だって 2.6万、2万6千の方は約見てくださってますよ。わあ。皆さんのおうち時間。うまそう。ありがとうございます。マッソーはもう海鮮のトレードマークですから。はい、ありがとうございます。ジンさん、マッソー、うん、ワンマッソーいただきました。ジンくん、あれ、あの、別にお家で近隣の方に迷惑にならない程度に一人でこう、パワーって叫んでもらってていい。あとこのインスタライブ終わる頃にストーリーでジンくん、あの俺ら海星と俺のいいところを五七五であのストーリー投稿してください、よろしくお願いします。これ無茶振りしておきます、こうやって。ちょっといいな、すごいいいね。お互いそれぞれ五七五ですか。そう、それぞれに、海星に五七五、俺に五七五、いいな、やっておいてください、お願いします。ありがとうございます、ジンさん。もう先にすぐありがとう。いただきました。ありがとうございます。まあリーダーだもんね。うまいこと言ってくれよね。頼むよ。めっちゃ。あ、翔吾さん、フロントリラックスやりましょうか、じゃあ、せっかくなんで。とか言って、ちょっと待って。待ってくださいね。ちょっと固定します。うん。ほ。水
サイドチェスト。サイドチェストもいいですよね。かの有名な魔人ブー、魔人プーさんの有名な、はい、固定しました。ギャグです、ね。フロントビックス本当にやります？本当に？やってって来ちゃったんでね。すごい。やりましょうか。うん。フロントリラックス余韻好きな方多いので出荷やりましょうか。お、いいな、教えてくれ。フロントリラックス、あ、その余韻、余韻その余韻がすごいんだよな。すいません、ただいま戻りましたこの余韻ね、これ腕の余韻大事です。余韻大事、余韻大事、余韻大事、すごいわあれ。はい、いつ見てもすごいよね、あれは。 いいですよね。うーん、インビジブルラブでも余韻ちょっと使ってるとこあるんでね、ぜひ。インビジブルラブ、あとなんか MV 撮影の時に裏話みたいなのある感じで、実はこんなんやってましたよみたいな。なんだろうな、撮影以外ずっと。いや、あの時ちょうど減量してたんですよ、ちょっと。うん、そうだそうだ、なんでやってたんだろうな。あ、そうだ。ちょっとセクシーなシャツ着てたじゃないですか。うん、前開けてたんで、うんうんうん、ちょっとでもカット出さないとと思って、結構減量してたんですよ、実は。でも、その撮影が始まるちょっと前に、ちょっと欲望を抑えられなくなっちゃって食べちゃったんですよ。そしたら、見事に頑張った分のカットが消えました。あー、なるほどね。はい。でもいい感じに、いい感じに、まあまあ大丈夫でしたね、見た感じは。なるほどね。はい。いやー、でも海星の体はなんか自分的、海星的に納得いってない時の、まあまあすごいから、本当に。いやいや、やっぱなんか慣れなんでしょうね、よくない。あれはもうマジで慣れなんでしょうね。リスペクトに値する。ありがとうございます。あれはすごい。まだまだですけどね、ちょっと本当に楽しみですね。今後頑張りたいですね。成長が。壮大な筋肉でイントゥーザライトに包み込んでいただきたい。タッコ、おいで。タッコ、おいで。包み込んであげるよ。おいで。そのまま首、こう持って、こう、ガーンってやる。その耳元でタッコのためだけにこうやって、イントゥーザライト歌うよ、こうやって。うわ、やばいじゃん。タッコに歌ってあげる。言うてたっけ。そう、しょうごさん、そうです。そうなんですよ、僕バックハグの練習っていうか、こう僕がバックハグするシーンあったじゃないですか。うん。で、あの僕筋肉がすごいんで、こう自然にこうバックハグができないんですよ。うん、できなかったんですよ。なんでこう手の位置とかをしょうごさんで研究してやらせていただいたんです。あめっちゃ恥ずかしい。そうだそうだ。そうだ。そうだそうだ。やったんですよ、翔吾さんに。やってたね。うん。北斗さんもその時、ちょっと一緒に研究しながら。で、最後に決まったポーズが、まあ見事、ミュージックビデオで使われてる、あのバックハグのシーンになってるんですよね。なるほどね。はい、あ。俺何したかな？なんか、LDHTV のスタッフさんのカメラとか、はい、週刊さんのカメラ、あ、やってた、借りて、はい、俺がカメラマンになってみんな撮ってた。やってましたね。そう、なんかこう、なんかメンバーだから見れるような表情とか撮りたいなと思って、その方が絶対見てる、はい、皆さん喜ぶかなと思って。そうですね、不意に週刊エクゾルですとか言って俺も撮られた気がするな、なんか返して撮ったけど、ちょっと、ね、あのパッて見てで、こういうなんかね、プレイされて、おい、そうだ、やりましたね。そうそうそう。やったな。そう、懐かしいですね。なんかね、メンバー撮るの好きなんだよね。そうですね。リクさんよく撮られてますもんね。うん、そうなんですよ。じゃあ、そろそろ次のオーダーに行きます。時間も時間なんで。モバイルアンケートのコーナーですね。おっ、これは先日ね、はい、16人全員同じタイトルのね、
さらいホーミーズというタイトルでブログを更新させてもらったんですけど、そこにコメントでね、僕らに聞きたいことたくさんね、はい、そうですね、送ってもらったんですけれども、その中から我々も厳選しておりますので、はい、面白いねっていう質問をじゃあどんどん喋っていこうかなと思うんですけども、はい、カイゼなんかある面白いなと思った質問。はい、僕じゃあまず一つ目いきますね。うん、PBA、 いわゆるパフォーマーバトルオーディションですね、を受ける前、はいはい、ダンスをする日々の中でライバルはいましたか、うん、またどんなライバルがいましたかっていう質問が来てたんですけど、これ僕知らない方いらっしゃるかもしれないんですけど、僕のお母さんがダンススタジオの、うん、まあオーナーなんですよ、経営者で、うん、その息子として僕が生まれたんで、うん、まあ、じゃあそうコンテストチームっていわゆる、まあ、コンテストに出場するコンテストチームみたいなのを組ましてもらって出てたんで、うん、そのいわゆる、うん、もうお母さんの事務なんていうスタジオの看板を背負って出てるみたいな感じじゃないですか。なるほどね、はあ、だから僕がもう負けたらいわゆるもうスタジオが負けみたいなプレッシャーをすごい感じてたんで、ライバルって言うともう全員でしたね。もう誰が誰とかじゃなくて、もう本当負けたくないっていう気持ちでずっと、ね、はい、踊ってたの、踊ってました。そのスタジオ内の中の生徒さんの子たちもそうですし、うん、スタジオじゃないスタジオにいない生徒の子たちもにも負けないっていう気持ちで踊ってましたね。それをさ16歳とかじゃん。いや、初めてコンテストチーム組んだのが小学校3年生とかかなぐらいから、はい、PBA 受ける本当2ヶ月ぐらい前までずっと組んでたんで、チームを。そうだよね。なので、はい、ずっとその気持ちでしたね。いや、半端ないよね。あの映像何個か見せてくれたじゃん、作品のやつ。あ、はい。やっぱ当時から手足長いのね。そうなんですよ。長い、手足長いんですよ。裏山。やっぱ水泳ですかね。はい、いや、本当にすごいよね。いやいやいや、みたいな感じです。じゃあ、リクさん、ね、教えてください。え、何を？リクさんの質問を。質問？ OK。はい、多かったのは、はい、もうあの絵文字で皆さん気づいてくれてまして。まあ、そうですよね。はい、あの、カイセイとの思い出。ああ、はい。をね、すごい聞かれることが、聞くコメントが多くて。はい。いや、もうね、5、6年目だよね。もう5年一緒にこうやって活動してきて、ずっと一緒にいますけども。うん、まあでも本当に、一緒にね、生活してた時は、なんか何気ない会話で絶対これやってやろうね、なんていう。それこそね、ようやく実現したのが、ホールツアーのロストモーメンツで、歌って海水にジャズ踊ってもらうっていう。あれも絶対やりたいねって。あの曲ドンピシャだったじゃん。言ってましたね。そう、で、やりたいって言って、で映像を撮って、で、ようやくみんなにこう、どうやろうってなってくれて、表現できたりとか、うん、それもまあ、やっぱ一番古いというか、その、音楽的なところでそうなんだけど、あとは、もっとプライベートなところで言うと、かえせ大会優勝してくれたじゃん。オーバーオール。満点。あ、はい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 。でさ、頑張ったらお祝いの飯行こうってさ、言ってましたね。言ったじゃん。言いましたね。で、好きなだけ食っていいよってさ。はい。で、もう、何よ。あの時はまださ、普通に外出てお仕事できてたからさ、仕事終わって、二人で肉屋で合流して。はい。はい、ま、9時前で8時くらいからだよね。そうですね。ずーっとお酒飲んで、はい、お肉食べて、健全な時間に二人して酔っ払って、バイバイって言って。そうですよ。僕、しかも減量終わり。直後だったんで、カシスオレンジ2杯でベロベロだったんですよね。そこの肉屋の店員さんが、はい、ね、めっちゃいい人で、はい、なんかもう食いなよみたいな感じでね、肉持って。そうなんですよね。そう。間違いないです。テンション上がって、2人で。はい、そう、ブログに、ね、コメント来てるけど、ブログに僕と海星の写真僕昔載せたんですけど、あの写真しっかり僕ら酔っ払ってるところでした。そうです、僕がこうやってるやつかな確かこうやってやってるやつですよね。でもあの日はもう本当になんか本当にお疲れ様っていう気持ちで、はい、誘ったら行きたいですって言ってくれたから実現して、いや、もうありがとうございました。あれは ね、 嬉しかったっすね。一番近々で言うなんかこうちょっとこう一個お仕事離れたところでの海星との思い出かな、はい、
そうですね、あれはもう、うん、そうですね、脳裏に焼き付いてますよ。全部のステージが本当にね、うちらにとっては宝物だし、思い出ったりとか、うん、何気ない時間は本当宝物だけど、そういうのもね、またいいなと思うよね。うん、間違いないです。うん、じゃあ、続きまして、海星、他にありますか、はい、僕、行きますね。うん。じゃあ、うん。武智先生は、絶対的犬派みたいですが、うん、もし自分が飼うなら、どの犬種がいいですか、うん、おうおお。いやこれ僕結構迷ってて、うん、選択肢が 2つあるんですよ。ほんと極端なんですけど、うん、ティーカッププードルか、うん、シベリアンハスキーの、です。シベリアンハスキーね。あの狼みたいな、まあ狼みたいな、そうですそうですそうです。うん。見た目シベリアンハスキーってさ、見た目めちゃくちゃかっこいいじゃん。はい。ちょっとおバカちゃんなんだよね。そうです。それがまたいいんですよ。なるほどね。はい。ですね、僕はこの、犬種がいいですね。わかるわ。ティーカッププードルね、かわいいよね。かわいいですよね。どうせでもさ、カイセだったらさ、おいでーって言って、トコトコトコって言ってさ、よしよしってやってさ、パワーがさ、力強すぎてさ、無駄に。そこまで強くないですから。そこまで強くないですから。そっか。ちゃんと、はい、ちゃんと優しくやるんで大丈夫です。なるほどね。はい、シベリアンハスキーは、なんかどんな風に育てたいっていうか、こういうようなことしたいっていうのあんの？いや、なんか、一緒にいろんなことしたいですね。なんか一緒に、うん、それこそベッドで一緒に寝たいです。ああ、わかるわ。なんか、一緒に、それこそ僕が外に散歩行くときについてきてくれたりとか、うん、もうほんと究極ベランダでゆっくりするときにベランダで一緒にゆっくりしたりとか、うん、なんかそういうほんともう相棒みたいな感じで、うん、いてほしいですね、シベリアハスキーだったら。なるほどね。はい、わかるわ。俺もね、飼いたいんだよね。いいですね。いつも動画見る、動物の。動物かわいいですよね。かわいいですよね、うん。俺もね、プードルか、うん、あれなんだよね、ボーダーコリー。ああ、はい。いいですね。と一緒になんか公園とか行って、スピード勝負して、めっちゃ走って。絶対負けますよ。絶対負ける。絶対負けます。とかなんかこう、テレビ見てたら何気なくリラックスしてたら、なんかスペース見つけて、なんかこうね、脇とかにこう、スポッと入ってくるような。ああ、いい。かわいいですね。相棒を買いたい。はい。めちゃめちゃいいと思います。もうなんか、シミュレーションめっちゃしてんだよね。こんな名前にするとか。名前はまだ全然考えてないな。じゃあ、そんな感じでしょうか？はい、そんな感じです。続いての質問いきましょうか、じゃあ。リクさんお願いします。はい。じゃあ、女子高生または女性になったら何したいっていう質問も結構あったんですよ。おぉ。うん。どうです、カイセ。どうですとは。いや、これ、リクさんの質問だから、まずリクさんですよ。はい。これはリクさん。先なんか僕言って、こう保険取るのはダメですよ。はい、先リクさんです、それは。いや、俺は、はい、女性になったら、はい、なんだろうな、こう女性しか、着れないようなファッションじゃん。例えばスカートとか、あ、靴で言ったらニーハイブーツとか、あ、はい、ヒールとかさ、はい、いろいろあるじゃんか、はい。まあ、T シャツとかデニム男でも着れるけどさ、もう女性しか着れないようなやつ着たりとかして、はい、なんかこうお友達とあれ撮りたい、プリクラ。あ、え、知ってる？最近のプリクラのお店ってあれ男子だけじゃ入れないんだって。え、そうなんですか？らしいよ。え、男は何だと思ってんねんってちょっと思ったけど。なんでなんですかね。いや、わかんないけど、カップルは OK だけど、男同士ではちょっとなんかこう、多分なんかちょっと悲しいことがあったんじゃない？ああ、なるほどですね、うん。だからそういうのこう、なくすための対策だと思うんだけど、はい。そう、だからなんか、自分がだから女子だから、女子同士でなんかちょっとこう、おしゃれして、なんかメイクとかしてもらって、う
うん、でこうやってこうやって撮りたい。なるほどですね。そう、そう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 。おもじれ。あとなんだろうな、なんかこう男のか本当に身も心も女性だったら、だから本当になんかタイプの男性とさドライブ連れてってもらったりとかしたいよね、うん、あーいい、あなんかドライブいいっすね。でなんかどういう気持ちになるんだろうって知りたい。あー役立てるタイプだ。そうそうそう、で男に戻ってじゃあ将来男できるようにならないとなみたいな。はい、いいな、なんかいい、いいっすね。俺こういう話めっちゃ好きなんですよね。好きだよね。なんか例えばみたいなのがすごい好きで、いい、すごいいいと思います。そうだから、もし海星も一緒同じタイミングで上司になってたら、はい、2人でおしゃれしてメイクして、だけど こういうポーズでこうやってプリクラ撮ろうぜ。そう、僕でも昔それこそ本当女の子に間違えられてたんですよ。今ではもうこんなゴリゴリっすけど、昔本当親戚の方とかからも僕女の子だと思われてて、そうなんだ。もう本当、はい、めっちゃ髪の毛もちょっと長かったんで、三姉妹って言われてたんですよ。お姉ちゃんお姉ちゃん。なるほどね。僕で、もう本当っすよ。これもう嘘だと思ってる方はもう本当昔の写真差し上げます。もう本当ですから、はい。ですね。じゃあ僕そんな女性でいいですか？僕の質問で女性関連が一つあったので。お願いします。女性のグッとくる仕草は何かありますか？あーグッとくる仕草ね。そうです、はい、うん。ニヤニヤしちゃうねこれ。なんかそうっすね、なんかあるかなと思ったら結構パンパンパンで出てきて、ちょっと、まあ、そうですね、いろいろあるけどね。リクさん、うん、知りたいですね、僕、先に。じゃあだから、それでさっき俺に言ってたよ、それ。だから、先に保険受けになって。最初の質問だから。僕か。うん。うわ、ちょっとな、考える時間ください、ちょっと。いいよ。なんで、リクさん先に答えてもらっていいですか？そうだな、なんだろうな、グッとくる仕草。でも俺サングラスとかメガネ好きで、うん、なんか髪の毛かけ上げて結構定番じゃん。ああそうですね。そうだけどなんかこう女性がサングラスかけててこうかさってこうかっこよく撮るところとか、おおかっこいいってなるよね。わあそこはなんかあおおってなる。はい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 、なるほどですね。かなー、なんかうん、それを白 T デニムでこの先の季節やってて、めっちゃ好きっすよね。白 T デニムめっちゃ好きっすよね、リクさん。めっちゃ好き。俺いっつも言ってますもんね、なんか言ってる。こういう会話になった時に。そう。白 T デニムはそうですね、リクさん好きっすよね。マスト。いいですね。もうアクセも何もいらない。白 T デニム。そう。はあ。なんならちょっとくるぶし。確かにかっこええな。靴で攻めるみたいな。ああ。いいっすね。そこがいい。はい、返せ。時間あげたぞ。なんか考えてなかったらやべえ。ちょっと待ってくださいね。うん。うわー、難しいな。うん。でもやっぱなんかな。僕結構髪の毛、ロングっていうか、ちょっと長い方の方が、なんかこう、綺麗めな方多いじゃないですか。うん。髪の毛長い方って。なんかそういう方がこう靴直した後にこう、うん、手でやるんじゃなくてこう首だけでこうハサってやる髪の毛、わかります？わかります？なんかこうなんか手でこうやるんじゃなくてこうなんかやった後にこう首だけでこうやってやってもう整っちゃうみたいな、うんうんうん、あーはいはいはい、いやすごいわかるよ、グッとくる仕草かなとは思いますね。それでなんか、はい、こう石鹸の香りとか漂ってきたらもうほーすげーな。確かにそれはありますね。おもろいなこれ、やばいな、ね、面白い。大丈夫か、だってもうメンバー誰も来なくなっちゃいましたからね。本当だよ、もうごめんなさい。本当に見てるメンバーちょっとコメントしてもらっていいですか？あとでちょっと、うん、本当牛肉を送ります。もう
じゃあもう一個ぐらい質問答えますか。はい。うん。行っちゃいましょう。あれ、俺か。はい。じゃあ、こんな質問もありましたね。YouTuber になったらどんな企画やりたいですか。おー。うん。これまた難しい。難しいよね。うん。でもまあうちら結構見る方だよね、YouTuber。はい。はい。まあ、いろんなね、有名な方から、いろいろ言いますけども、僕、だから、ファンクラブの、おうち時間のアンケート、で、おうち何してますかのアンケート、答えたじゃん。はい。今、掲載してもらってますけど、そこでも、こう、YouTuber の誰々さんとか見てますよってこと書いたんだけど、うん。なんか俺、でも、自分が YouTuber になったら、なんかこう、それこそ、女装じゃないけど、女装して、ガチのもう女装してプロにメイクしてもらって、うんうん、バレるかバレるまで帰れまてんみたいなやってみたい。ああいい。そう。だからそういうアトラクション系のテーマパークとかに行ってってことですよね。そう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 。ですよね。うわいいな。そうそう。いいな。カズなんかある？僕は東京都でもう鬼ごっこしたいです。だからその逃げる側はもう本当変装なしでただこう。うん楽しむ東京。で、はいはい、周りの方とかがこうツイートするじゃないですか。どこどこで誰々見た。うん、だから鬼は、その、情報を頼りに、そこに向かう。でもそこに行った時にはもうそれいないんで、別々の目撃情報を頼りにこう、探し合うみたいなのが、ちょっといいですよね。リアル鬼ごっこみたいな感じでめっちゃ面白そうだかなっていう。面白そう。面白そうですよね。結構、一日それで多分撮影終わるね。終わりますよ。終わります、終わります。素材多すぎて編集大変そう。ってな感じですかね。そうですね。はい。時間で言うと、まあ、こんな感じかな。ですかね。まだ、いけるっちゃいけますけどね。もうちょいいけるかな。いきます？うん、じゃあ、海星お願いします。はい。でもう一つ、海星君はスポーツ全般得意なんですか？お、そうですね、僕は得意ではないんですけど、こう、うん、できない自分が嫌なんで、うん、できるって思い込んで何事もやります。ちょっと待って、それはね、できてるからあなた得意なんで得意じゃねえって言うな。いや、なんかなんだろうな、お母さんにすごい言われたのが、うん、あなた動体視力すごいいいよって言われたんですよ、ちっちゃい頃に、うん、それこそスタート水泳の時のスタート用意ドンの飛び出す映像を見た時に、もう本当何コースの人が一番スタートの時にこうダッシュするのが早かったみたいな、その映像で一瞬で見極める力みたいなのを持ってたらしいです、ちっちゃい頃。すごい。そうなんですよ。でそのスタート台から飛び降りたタイミングとかこう出るんですけど、電光掲示板に。それでやっぱり僕が言った人が早かったりしてて、で多分その動体視力でいわゆるスポーツ見るの好きなんで僕、うんうんうん、いっぱいスポーツ見てるうちにその動きであったりとか、うん、ここ動かしてからここ動かしてここ動かすみたいなこう、うんうん、伝達する、うん、力の伝達する伝達の仕方かがすごい分かるんで、うん、一個一個。へえ。そうなんですよ。なんで多分、できてるように見えるだけです。あ、そっちの？めちゃめちゃいつもセンスよくやってのけるイメージがあるんだけどね。もうだから感覚を頼りにですね、その。だって覚えてるよ、沖縄にさ、はい、みんなでさ、ホールツアーの時にさ、行ってさ、はい、一日ちょっとロケさせてもらってさ、はい、で、合間の時間でさ、海に向かってさ、なんか石投げてたじゃん。俺ら。あ、やりました。遠投か。やりましたね。遠投。力也さんと、俺と海星とジン君でさ、で誰が一番遠くまでできるかみたいな。やりましたね。もうさ、しょうもない。小学生みたいな。やりましたね。皆さんいいですかって。いや、皆さんフォームがなってないっすよって海星が言いました。その時確かちょうど野球の動画かなんか海星が見てて、こう投げるんですよって言われて、めっちゃ癖強い投げ方やるんだけど、めっちゃ飛ぶのね。遠く飛んでましたね。そう。だからね、やっぱね、うまいんですよ、それ研究して、見たものを体に同じようにやるっていうのがね、上手なんですよ、海星は。ジンさんはもう相変わらずの、肩外れそうなフォームですからね、本当に。肩がもうね、おブスですよ。あれ？やばいわ。海星、待って、いっぱい来た。ええ
北斗さん来てますね。翔平、カズマ、まこっちゃんが3人連続で、はい、サイドチェストって来てる。やば。やりますか、ハイド、はい、サイドチェスト。やろうか、ちょっとやりますか。よし。あ、じゃあ、リクさんからどうぞ。サイドチェスト。ありがとうございます。すいません。なんか言ってもらっていいですか、海星。よし、じゃあ、俺いきますね。本物くれ、本物。サイドチェストさすがや、サービス精神旺盛とはこのことだね。よいしょ。なんて一瞬で着替えたんか、早っ。すいません。いや、あれはまあ僕の心にいる、まあゴリラですね、出てきたの。ゴリちゃん、ゴリちゃんが出てきちゃいましたね。待って、大庭園不可避ってきたよ。大抵大抵メンバーめっちゃめコメント一気に来て皆さんありがとう。てかみんながコメントした瞬間、なんかこの、あの視聴者さんめっちゃ増えましたね。皆さんの力があってありがとうございます。ありがとうございます。いや面白いな。歌っちゃおっかな、歌っちゃおっかなみたいな。いやいやいや、そんなことしませんけども。リクさんもう時間ないんでやめてもらっていいですか。あ、そうだね。最後、じゃあリクさんの質問いっちゃいます。質問、じゃあインビジブルラブっぽい質問がありまして、はい、お、なんでしょう。恋愛に、恋愛に一番大切なものは何ですかっていう質問結構あったんですよ。あ、はいはい、うん、これは僕はもう一言だと思います。はい、思いやり。おお、これだ とはやっぱりどうしても男はさ、はい、男同士でさ、そういう話したらさ、いや分かるって多分なると思うの。うん、でも異性になるとどうしてもさ、価値観が違かったりとかすると思うんで、だから完璧にはまることはないと思うの、多分。まあまあまあ、そうですよね。ってことは、どんだけこうなんか自分で、うん、なんでって思うようなことをちょっとこうグッとこらえて理解してあげて、なんか受け入れてあげる、そういうなんか優しさをお互いが持てたら、うん、素敵なカップルになるんじゃないかなって思うんですよ。なんか好きな、なんかあの、ご夫婦とか、なんかそんな感じで生きてるんで、はい。そういうことかなって思うんですけども。うん。うん。返すよ、どうですか。なるほどですね。何が大切だと思う。なんか思いやりが全て、まあ、物語ってますよね、完全に。うん、まあだから、自分のことを、なんて言ったらいいんだろうな。なんか、わかります。相手のことを、なんか、相手が知らないところまで愛してあげるじゃないですけど。うん。わかります。なんか自分では自分の癖とかわかんないじゃないですか。うん。あんま口癖とか、なんかそういう、うん、なんか勝手にやってる行動とかもわかんないじゃないですか。うん。でも、相手から見るとわかるじゃないですか、うん。こういうとこが苦手で、こういうのが好きで、みたいな。うん。なんかそういうのを自然にカバーし合える。能力じゃないですけど、うん、が、まあ、大事なんじゃないかなって思いますね。素敵や。なんかそんな気がしますね。まあ、そうだよね。まああのね、はい、多分僕今このインスタライブ見てくださってる皆さんはきっとまあ、自分らとね世代が近かったりとかする方が多いと思うので、絶賛ね。はい、恋愛中の方も多いと思うので。いや、多いんじゃないですかね。ちょっとでもね、なんか参考になったら嬉しいね。いや、そうですよね。何カズマコ付き合えなんて、なんかあのコメントありは。カズマとマコで仲良しですからね、本当に仲いいですね。今もなんか翔平と3人で3人ね、ズームしてるって、はい、いいな。素晴らしいわ。いいな。やりたい ね。今月、まあ、近々でこう16人のさ、まあ、だから今オンライン飲み会、ジンさんいないから、ジンさんの誕生日会しましょうよ。あ、そうだね。ジンさん今多分見てないっすよ。絶対見てないから、ね、見てるわけないじゃないですか。オンラインでやろうぜ、会社。オンラインでみんなで。オンラインで。だこれジンさん以外にちょっと伝えないとな。あいつ皆さん。当日になんかいろいろ送りつけてやろうぜ、なんかレモンサワーとかさ。皆さん、ジンさんに言っちゃダメですよ。もう絶対ダメです。絶対ダメですからね。ダメなんですよ。ジンくんに言うとダメなんです。絶対ダメですからね。もうほんと、こう見てる人と僕らの約束ですから。約束です。はい、守ってください。ダメだよ、ジン。絶対見てないから、今。うん、大丈夫です。絶対見てない、マジで。
見てないと思いまーす。ということで、じゃあ、はい、うん、プレゼント企画。いきますか？いきますか？なんですけれども、何ですか？これに関しては、まあ、各インスタライブ、こう、毎回見てくださってると、みんなこう、パスワードみたいな、パスワードって何ですか？テーマワード。キーワードですね。キーワードか。テーマワード。キーワードですね。キーワードをね、発表してるんですけども、僕ら、はい、インスタライブ5日目、この、あれです。キーワードは、じゃん。あ、お、反転してる。反転してる。どうやったらいいんだ？まあ、しょうがねえ。ブ！ブです。ブです。皆さん。ブでございます。はい。ブですね。このキーワードを全部集めて、方の中から当たった人に、はい、僕らのね、サイン入りの、そうですね。ポスターを、はい。プレゼントする形になっているんですけれども、どうも。思いを込めてサイン書かせていただきましたので。はい。ブ。ブですよ。かは、いや、わかんないですよ。インBG ブーまで来てますけど、うん、あと3つ、もしかしたら外してくるかもしれないですから。大どんでい返しがあるかもしれないからね。はい。うん。そう、そこはちょっと、わかんないですよ。そう、モバイルの方になってしまうんですけれども。はい。こんなに何卒皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん。はい、あの、カイセイのさ、サインさ、カイセイって書いてさ、はい、最後にさ、矢印でカッカッカッってこう書いてるじゃん。ちょっと、はい、あれのエピソード教えて、あれめっちゃ俺好きだから。え、これ、え、言ったことありましたっけ？俺はね、聞いたのよ。あの、今。バイバイ。ちょっと、暗くない？あ、それ、電気消えちゃいました、すいません。え、どういう風に聞いたか、ちょっと、じゃあ、リクさん。いや、あれは、こう、だから、横行って、一回落ちて、もう一回行くじゃん。はい、オーディションとか、まあ、今までダンスとかいろいろ頑張ってきた。はい。でも、PBA でファイナリストになったけど、EXILE にはなれなかった。はい。だけど、もう一回ランページとして、みんなでやっていくんだって、その指針と。正解です。ですよね。よく覚えてますね。これめっちゃ好きなんよ、俺。よく覚えてますね。うん、なんかすごい、なんか、一つ一つ意味を持たして、やってんだなって思って、あの時ね、聞いた感心したんだよ。で、あの16にもそうですね。人数もそうですし、あのサインを考えたのも16歳の時なんで、そういう意味が込められてるんですよ。そうですよ。あ、そっかそっかそっか。なるほどね。これめっちゃいい。そうなんですよ。この1個目よりは高くいくようにしてるんで。そうです。意外にね、はい、語ったことなかったですけど。いつきとかさ、なんかスペル多いさ、メンバーってさ、いいよね。はい、俺さ、4文字、しかもリクだからさ、ポンパパパポイーンで終わんの。いや、長い人も本当に大変ですからね、あれ。そうだよね。一回だって間違えたらもう戻れないですからね、こっから。そうだよね。それあるよね。戻れない、そうなんですよ。まあ、そんな感じで、まあ、各メンバーね、あの個性的なサイン、高井出とか個性的だもんね。高井出はそうですね。いや、でも上手くなってきましたね。最初の頃は本当もう、みんなにサイン変えた方がいいってなりましたね。僕も変えた方がいいよって言ってたんですけど、今は結構いい感じに、はい。そうだね。なってるかなと思いますね。そんな愛すべきメンバーですけど、やっぱさ、こうやってコメントしてくれたりさ、なんか昨日でもさ、はい、全員でさ、16人でさ、つないでさ、生配信させてもらったりとかさ、はい、打ち合わせでもさ、電話するじゃん。はい。で、絶対テレビ電話スタイルでやるじゃん、顔見ながら。そうですね。やっぱ会いたくなるよね。いやー、会いたくなりますよ。ね。さすがにメンバーロスすぎる。いや、しかもなんかみんなやっぱ元気なんで。うん。なんかな、もったいないなーってなんかなりますよね。なんかこの余力が。ね、そうなんよ、ね。余力が。もう、ありふれちゃう。あり余ってるんで。やばいっすね。ちょっと、ね、早く踊りたいなって思いますね。そう、もう、こう皆さん、ね、会いたいよってコメントたくさんしてくれてますけど、やっぱそんなコメントもね、ブログもしっかりインスタグラムも多かったから、ね、はい、そうそう、だから皆さんと僕らの思いは同じということで、うん、うん、間違いなく同じ思いなので、一緒にこのね事態が収束、早く収束するために、うん、一人一人ができることをね、こうお家にできるだけいたりとか、そういう風にしていかないと、うん、なかなかね、こう
早く終わるものも終わんなくなってしまうと思うので、みんなで協力してやっていけたらいいなと思いますけども、ね、はい、だから海星のあのおうち時間のあのトレーニングとか皆さん多分やったら疲れ果ててもうおうち出れなくなります。いや僕あの先週の土日やったピエン超えてパオン。パオンは悪い。僕これちょっと思ってることがあって、うん、皆さんピエン超えてパオンって言うじゃないですか、うん、でもあれ言ったらパーピープーじゃないですか、うん、なんでパーピーなんでピエン超えたらプオンなんですよ本当は。でも戻ってるんですよパオンは。俺ずっと気になってたんですよ。パーピープペんプオンじゃないですか、パーピー、うん、ピエンでしょ、うん、でピエン超えたらプオンなんです。じゃあもう俺はこれからちゃんとプオンって使うわ。そうです、ピエン超えてプオンでいきましょう。ピエン超えてプオン使ってこう。いや見つけようけど爆笑って確かになの、ごめんなさいね、勝手に思ってたんですよね。僕一人でこれずっと。そういうとこ見つけるのうまいよね。はい、言う機会なかったんですけど。あーウケるわ。まずピエンってなんだって感じだけど、ね、やばい、時間がなくなってきた。やばいですね、これ消えちゃうんでね、1時間ちょっと、はい、そうですね、はい、まあいろんなグッズありますけども、ありますけども、ありますけども、何はともあれ、はい、やっぱこうタオルね、そうですね、これはもうマストですよ、はい、うん、ぜひともこれ、ね、手に取っていただけたら、こう、なんか、これ、目で見えるけど、あのライブ行ったなーって、こうやって、うん、感じれると思うし、まあ、一発です、これはもう真っ直ぐですよ。そうですね。大臣、なんかおすすめある？やっぱ、あれじゃないですか？あの、缶バッジでしたっけ？うん。これ？なんか、初代が、自力スターって言ったよ。ピエン超えてオホン。やばい、俺らにしか分からんやつ来た。オホンです、間違いないです。でプオン超えてオホンですね。プオン超えてオホン、こちら、まあ地引きしたら、うん、翔平はあの日本のトレンドに乗るって言ってたんで。マジ昨日言ってたんですよ。じゃあ俺今開けるよ。じゃあ僕も開けます。うん、出します。うん、地引き、まだ見てないよ。はい、いきますよ、せーの、ドン、地引き、地引きしたよ。地引き、地引き、ありがとうございます。ありがとうございます。これもうトレンド確定だ、翔平。これでトレンド乗らなかったらもう翔平のせいでしょ、これだから。知らんで、翔平。だもうプオンですよ、プオンですよ。ピエン超えてプオン。うん。まあ、そんな感じですね。こうあの新しいね、あのグッズも あるんですけれども、あの、はい、僕らメンバーも16人あのそれぞれプロデュースのグッズもあったりとかしまして、でなかなかこう外に出れないと思うんですけど、はい、オンラインでもこうあの状況だったりとかあのチェックできたりとかこう注文等もあのできると思いますので、うん、皆さんぜひとも、チェックしていただけたらなと思っております。はい、海星はあれだよね、充電式の扇風機。そうです。ガオ扇風機。ガオ扇風機。ぜひね、これからの季節絶対必要になってきますから。間違いない。はい。もうあの充電器っていうのがやっぱ大事なんでね。間違いないです。ぜひ、ぜひ、まだの方はもうぜひ、もう今のうちに、これから夏来るんでね、うん、もう暑くなってから遅いので、ぜひ今のうちに夏の暑さ対策のお一つにいかがでしょうか。僕はもうあのリクロス金のネックレス作りました。白 T デニムにあれ1個あればもう完璧なんで、よろしくお願いします。ということで、もうお時間もなくなりましたので、はい、ここでバイバイ。締め下手だな。いや締め出てこなかったです。そう、1時間で、はい、あの終わりなので、終わってしまうんですけども、あの、はい、最後に言えるのはもう間違いなくメンバー一度またね、一日も早く皆さんにこうパフォーマンスを届けたいなと思っておりますので、先ほども言いましたけど、一日でも早くこう収束するように一緒に、生き抜いていきましょうというところです。手洗いうがいとこまめなこうケアをですね、皆さん忘れずにやっていただけたらなと思っております。ということで
ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ皆さん。バイバイ。あとでもまあ10秒くらいなんで、このままにしておきます。待ったよ。多分もうちょっとで切れるかな。勝手に切れちゃうんですよねこれ。ごめんなさい。バイバイ。さよなら。